78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.運気向上内閣。この番組はリスナーのあなたを輝かせるために組閣された3人の小さな内閣。お相手は運気向上内閣内閣総理大臣島袋輝夫、官房長官平聡子、政策秘書の KC です。以上のメンバーでお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。もう桜の花も開花して、那覇の町の至る所に桜のほころびが見え始めましたね。ケイシーさん。はいね、こう急にこう風流のある出だしでまあまあもう2月も直前ですからね。そうですね。県外ではもう真冬なんですけど、沖縄だけではもう春先取りですからね。そう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 。またね、FM 那覇にこう向かって行く途中に、はい、中国からおいでの観光客の皆さんに遭遇したんですよ。でも本当に賑やかにこのニーハオニーホエライラーみたいな感じで中国語が飛び交って、今はいい感じですね。香港とか台湾ね、このお客様がよくいらしてて、またあれですね、中国大陸戻ってきましたね。まあちょっと中国大陸まだね、まだまだちょっと制限があるので、またまあその後ですかね、もうちょっとですかね。そうそうそう、なんかビザを出さないとかね、いう話ありますけども、でも所得のなんか高い方々はバンバン来てるみたいですね。日本とか沖縄にね。ね、皆さんもうほとんど解熱剤とかそういう日本のお薬をね買い求めなさってるみたいで、まあ巷では爆買いをどうやって防ぐかというようなことをねいろいろ検討なさってるみたいですけども、ね、まあこれもねまあね、あとはコロナ前の賑やかさが戻ってきて、まあちょっと嬉しい反面ね、まあなんて言うんでしょうか、こうまあ、まだちょっとこの今の流行りのこのものにですね、大丈夫かみたいな、ちょっと警戒してしまう自分もいるわけでございまして、あと県内の場合インフルエンザがちょっとまたね流行っておりますので。インフルエンザね、そうですね、もうしばらくかかってないから、もうすごいこのなんか中和体数ですよね。皆さん久しぶりにかかると、全国でもいち早く沖縄県がね、インフルエンザの警報を出したのでね。あ、そうですか。まあむしろコロナがこのね猛威を振るっていた時って皆さんマスクにこう手洗いを徹底していたから、インフルエンザ自体はまあそんななかったっていう組の話しますよね。ですね。あ、そうですね。で、今の貿易体制というかその習慣を継続したらひどい状況にはならないんじゃないですかね。マスクも皆さんなさってる。そうですかね。とこの収録のねこの当時なんですけども、なんかね春先からねこのマスクもねこれちょっと見直そうっていう、この内閣はこうね、うちの内閣のことじゃございませんってからね、まあなんかそれもマスクもね今後どうなるかなって、室内でちょっと規制もかけようかなってね、そういうのも出てましたからね。まあ規制はもうしないで、まあそれぞれのこの習慣に任せるということだと思うんですよね。まあ政府としては規制かけないけども、皆さんはもう習慣化してますので、ほぼ今のような状況が維持されていくと思いますね。うんね、まあいろいろたくさんこう感染症に関して、日本の国民の皆様はかなり勉強なさっていると思いますので、いけると思いますね。そんなね今年もまたね、まあこのなんだろう、もうまるまるこのなんだこのね、空白の3年間をそう戻すかのように、はい、もう本当にこの3年間はね、はい、まあ暗黒の3年間だったのか、あるいはまた大きな日本の国にね転換期をこうもたらした3年間だったのか、また若者がどうやってこの世の中での人生をこう築いていこうというのを、若者たちがどのようにこの今回の試練で、考え始めていらっしゃるのか、まあ、いろんな意味で今までの流れとは違った生き方っていうものを我々はこう選ばないといけないというのは、そういう議論に迫られたと思いますね。まあそこでね、まあね、医療体制も本当にね、皆さんにも本当にね、まあこれだけの協力を得ながらですね、この3年間をちょっと過ごせたことが本当ありがたいなと。そうですね。何よりも感謝でございます。本当に医療崩壊もしていたと思います。うん、現場はもうてんやわんやで、うん、患者の命を救うために、うん、もう自らを犠牲にして、うん、従事したというような方々多かったですよね。沖縄県のこの医療の皆さん本当に大変だったと思いますね。うん。ね、まあ以上2つの意味で維新の上にも3年でございました。そうですね。3年間ね、何かが生み出されたでしょうね。まあこれでそうですね。のね、まあそのね、まあある意味このなんでしょう、私たちどもにこの試練というかそれを与えてくれた。そう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 。もう地球規模に大きな試練が来ましたね。はい、まあ、地球って言葉が出ましたけれどもね、まあ、この後ちょっと頻度がね大いなるわけでございまして、そうそうそう、はい、まあそういった意味ではこの3年でこれまでで課題となっていた炙り出されましたね、問題が進んだっていうのもありますよね。働き方とかね、お家で働くね、あと教育問題もそうです、含めてね、ギガスクール構想もずいぶん先でしたよ。やっぱり5年先だったかな、完全に実施するまで。それがもうねパッとね、もうタブレットで半年ぐらいタブレットがね、ギガスクール構想がね実現していったっていうのがありますけれどもね。すごいですね。でも若者はもうすでにねネット社会ですから、そのタブレットでいろんな情報を集めるというリテラシーはもう優れたものがあると思うんですよね。はい、もうすでに若者たちはね。だからまああとはこの、道具を漏れなくこの一人一人の子どもたちに提供できたというのが良かったと思いますね。はい。ね、まあまあちょっとこのねオープニングの話でございましたけれども、さっきですね、話に出ました。今日はですね、まあ本当いろんなねまたねお話、また今日も総理よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、では、平官房長官、はい、ぜひでは最初のですね、はい、こちらお願いいたします。はい。運気向上内閣。この番組は有料老人ホームオリーブ、白百合、富士、桜の園、オリーブ挿し木の提供でお送りいたします。はい、ではですね、ちょっとこちらを聞いただきまして、この後トーク開始でございますよ。それではちょっとこちらをどうぞ。さて今回の、運気向上内閣でございますが、はい、では今週の開会でございます。総理テーマは何でしょうか。今回のテーマは、地球の命ということで、地球の命、はい、はい、これはなんですけども、今はい、ダボス会議がね、開かれて、でまた例のごとくこの、影響力の強いこのグレタさんがですね、いろいろこうお話をしていらっしゃるんですけども、もう彼女が今地球の命を、救うためには一体何が一番重要だというのを訴えていらっしゃると思います。ケイシーさん。地球の命を救うために今人類が一丸となって取り組みなさいというふうに彼女が訴えている内容なんですけども、ちょっと単純に考えると環境でしょうか。あ、そうです、はい、で環境に一番大きくストレスを与えているものは一体何だと思います？やっぱりね、環境といってもいろいろありますからね、なんか海洋汚染とか、なんか温暖化とか、温暖化でしょうか。あ、そうですね、温暖化も、あ、そうですね、温暖化のことをいろいろ考えているんだと思うんですけども、はい、やはりこう彼女の捉え方っていうのは、地球のこの地中に眠っている化石燃料がありますよね。はい、海の中には例えばメタンハイドレート、はい、でシベリアのこの奥地の方にはこの天然ガスですね。そしてまた砂漠や大陸の内部にある石油ですよね。でまたオーストラリアの方にいっぱいあるこの、石炭、ヨーロッパにもたくさんありますけども、そういうのを化石燃料と呼んでいるんですけども、この化石燃料を、取り尽くし燃やし尽くし、そして、地球を荒廃させているこの人類のありよう、これにもう早くこう変革をもたらしてほしいと。で化石燃料に頼らない人類の在り方っていうのをこう真剣に考えてほしいというのを彼女はずっと訴えているんですよね。だから化石燃料に頼らない人類の生き方っていうのを生み出してほしいっていうのが一番大きなこの彼女の願いだと思いますね。これが他の地球上で一緒にこう生命をいただいている皆さんと我々人類とが協調して生存が可能な道だというふうにこう彼女は強く訴えているんだと思います。前回ジェンダーの問題で、はいはい、男女の中にこの男女というのはこういう言い回しの中でですね、ややもするとこの今権力を少数の人間がこう掌握していて、一般的にこう何ですかね、このいろんなこの、お役目を平等にこう分配されていないと、一部の人がこう掌握して掴んで離さないというようなね、いい例がこのイランとかね、タリバンとかね、そういうふうな国々のありようではもう女性の権利をこう縛りつけて、一部のこの男性の中の一部の人間たちがこの権利をずっとこう保持し続けていると。で日本にもそういう傾向があるということですね。でももうこれをおしなべて言えば地球上の生命というのはもう多々あるのに、人間だけがこう地球のそういう環境をバランスを崩してやりたい放題やってるんじゃないかと、で他の生命の蹂躙してるんじゃないかというようなことなんですよね。どうしたらいいんでしょういやどうしたらいいんでしょうと言われましても、これはね、これはもう今も話した通り、もう地球規模でのね皆さんの意識改革じゃないとちょっとそうなんですよね。例えば一人が消費するエネルギーというのを、はい、昔で言ってもですね、このつい100年とか200年前の人類がこの1人当たり消費していたエネルギーというのはそう多くはないんですよ。車もなかったし、こんな大量なこの夜もこうこうとね明かりがついてるという社会ではなかったですから、だから、今1人当たりの人間が生活のために消費しているエネルギーというのは莫大なんですよね。ジェット機でこう飛んでいくんですからジェット燃料をこの上空のね1万メートルぐらいの高みでバーッとこの地球上の酸素と化石燃料を燃やしてこう飛んでいくわけですからね、一人の人間が使うエネルギー量というのは莫大ですよね。電気もそうですし、私もこうスカイラインを飛ばして一人がこう移動してるのにたくさんの背景用のスカイラインでこう移動してますので、本当に無駄遣いしてますね。でこれを改める方法はもう人類みんながこう覚悟を決めてパチッとこうなんかスイッチを入れ替えて、今回のコロナの世界的なパンデミックの現象みたいにですね、パチッとこうなんかスイッチを入れ替えて転換するというようなことを覚悟がもう求められているんじゃないかなと思いますね。でこれ今日私書いたんですけども、この地球というですね、これ見えますでしょうか。これはですね、YouTube でですね、またこちら番組見れますので、こちらでまたご覧ください。その地球、綺麗ですか。この地球というこのもう生命の輝きというかね、もう本当に不思議なんですよ。この地球というのはですね、まあ奇跡がもうすべて固まってたような存在なんですよね、地球というのは。よくバン・アレンタインという磁気のバリアの膜が地球を覆っているんですけども、これがなかったらもうわずか数秒でね地球上に住んでる我々はもうバーベキュー状態になって、太陽風というこのエネルギーの高エネルギーの風によって地球上のこの生命が持っている遺伝子がね DNA が破壊されて、地球上の生命はみんな死んでしまうというふうにこう言われてますけども、地球のコアにはこの鉄がいっぱいありましてね、この鉄がこう磁気を生んでですね、バン・アレンタインというこの磁気によるこのバリアがこう張り巡らされてですね、そのおかげで地球上の生命のこの DNA は守られているということなんですけども。でたくさんのこの生命を生み出しているこの DNA の中に入っているこの類いまれな情報量ですね、莫大な情報量、これを生命のこの循環といいましょうか、継続といいましょうか、この子々孫々にこの DNA をこう受け継がせていくとことによって、地球上の全ての生き物はこう長い間何億年もの長い間こう命の輝きというものを継続してきたわけですよね。このバランスが今まさに崩されようとしていると。でその犯人は、人類であると。例えば昆虫にしてもね、他のいろんな生き物にしても何億年ものこの長い歴史があるのに、地球に今この危機をもたらしている人間の生存している年数って、まあ、たかが1万年というような歴史で、で急にまたこの人類が地球を滅ぼすような状況になってきたのはもうたかが200年ぐらいなんですよね。200年のうちでこんな恐ろしい変化を地球に与えて、どんどん地球上の生命を絶滅させていっていると。この現状をなんとか打開したいということで、このダボス会議というのが開かれているわけですね。でこの会議には世界中のこのインテリジェンスが集まっていい知恵を出し合って、どうやったらこのサステナビリティというこの持続可能なね地球の生命というものを実現できるのかというのをみんなで知恵を出し合おうというようなことなんですけども、やはりグレタさんが言ってるように、この一人の人間がたくさんのエネルギーを消費して人生を過ごすという、こういうありようというのはもうそろそろやめたらっていうようなことなんですよね。皆さん戦火にまみれている今ウクライナの報道がね世界中に広がれてるんですけども、よく戦火の中にあるこのウクライナの皆さんのこのインタビュー、あるいはまたこの方々のこの生活の様子を見て何かお気づきになりませんでした？ちょっと、ね、今日はね総理すごい質問ぶつけてきますね。いやね思うんですけども、はい、ウクライナは非常に歴史が古くてですね、もう本当に歴史的なこの建造物が多いんですよ。で彼らはもう何百年も前に建造されたものを大事に大事に使ってですね、また最近建てたビルにしてもですね、有効利用してガンガン新しいものを建てるというような、そういうふうな生き方ではないんですよね。むしろ農業国といいましょうか、そういう生き方をなさっていて、日本人である我々からすると、地球にストレスをかけないような生き方をなさっているなというのが画面上から私は伝わってくるんですね。こういうのを見るととても感心します。で東京なんか行くともう地下鉄やら地上を走るこの車の量であるとか、もう24時間こうこうと輝いているこの照明、それから冷暖房ですよね。街のこのなんかすごいこのなんかエネルギーにあふれたああいう消費文化を見ますと、目の当たりにすると、これは相当地球にストレスをかけている生き方を東京の方というか、沖縄ともそうだと思うんですけど、やっているなというのをまざまざと見ますね。だから一頃は人口問題とかね、人口が爆発して地球上に100億の人類が生活をしたら、もうそれこそもうイナゴの大群のようにね、掘り尽くして燃やし尽くして食べ尽くして、で他の生き物の生活領域を全部ことごとく破壊し尽くして、もう地球上にはこの美しい命の輝きはもう消え失せるんじゃないかというような危機感にあったんですけども、意外なことに特に中国と韓国の少子化っていうのはすごいらしいんですよ今。日本も今出生率が 1.3 ですかね。沖縄は今 1.9 かな8かな。そうですね、沖縄は高いですね。高い状況で非常にこの少子化もね穏やかなあれですけども、日本が 1.3 で、もうそれでも急激だと言ってますけども、もう中国なんかその日じゃないらしいんですよね。もうこの少子化のこの勢いというのはもう凄まじくてですね、原因は何かというと韓国はこの大学進学、これにかけるお金がもう凄まじいというんですよね。でこの自分の子供たちにいいこの、人生を提供できなかったら、まあ、子供を産む意味がないだろうということで、それで一人こう政策というかね、政策でもないんですけども、今韓国でも中国でも2人3名こう産みましょうというふうに必死にこう政府が叫んでるんですけども、国民は一向に答えない。理由はこの大学進学というんですよね。日本もそういう傾向あるんじゃないですかね。どうですかね、ちょっとまあよく言われるのが、ちょっと私は子供いないんですけど、ただ子供を産みたくてもそれを育てられる環境に今日本ってありますかっていうのがちょっと思ったりするわけで、こんな、いや私はねそれとはまた全然違う考えで、そもそも大学行かなくても、人生っていろいろ選択できるでしょうと、これだけインターネットがもう普及してるわけですから、自分でいろんな情報を収集して学べる機会はもう自分自身で生み出せるわけですから、何もこの、大学行かないといけないとかね、考えなくてもいいと思うんですけども、まあでも政府の方は機会均等ということで、男性にも子どもたちにも女性にも全ての方々にいろんなチャンスが提供できるような環境整備というのは 大事だと思うんですね。そうすれば親はなくても子は育つというふうにこう言うように、子どもは本人がこう赴くままですね、いろんな道を選択して、こう生きていけると。何も親がこう学費を出さなくてもね、大学に進学できると。親が渡航費を出さなくても、海外に行って自分の人生をこう開拓していくことができるチャンスが国によって保障されると。こういうのをやれば生きていくのがこうスリリングで楽しいと、いろんなものにチャレンジしていろんな経験をしていこうというような、そういうのがあるとガンガンこう活気あふれてくるんじゃないかなと思うんですね。それを保証してくれるかっていうのがですよね、さっきのその。やっぱどうしてもこの生まれてからずっとこの学生になるまでの間のお金がどうしても今この生活をやっていく上ではどうしても苦しいと、それがちょっと今突きつけられてるんじゃないかなと、やっぱ僕ニュースとか見ながら思うんですよね。この間東京都では小池都知事がね、これは1世帯でしたっけ、子育て世帯には 5,000 円ずつ給付するっていうのもあったりとかあったんですけども、あれはねとてもいい考えだと思いますね。5,000 円では足りないと思うので、せめて日本国憲法に謳われてる文化的で最低限の生活というと、まずは衣食住ですよね。住む家がある、食べる食べ物があると、着るものがあるとね、そういうものが国の責任でそれは提供していっていくということはもう必要だと思いますね。で子供は親は選べないとよく言いますよね。親ガチャって言葉もありますけどもね。でもよく言われるのがこの、親が裕福であれば、塾にも行ける、大学にも行ける、でそのコネでいい就職口にもつけると、かたやそうでない場合はもうなかなかこういい選択ができない、いい機会が与えられないとね、いうふうにこう評論家がいろいろこうお話しなさるわけですよね。でも誰でもこう自分がなりたいものにこうなっていけるような、そういう選択がこう自由にできるような社会をね、みんながやっていくためにはですね、これまたもう一つ書いたんですけども、この側転拒否っていうのがあるんですね。これは文豪の夏目漱石が典居士の漢字、これお伝えした方がいいんじゃないですか。なんだろう、反則の則ですかね。で天地の天で猿ですかね。そうそうそう、天のこの天意にのっとってですね、私の市場からこう離れると、まあエゴからこう脱却して、天命に沿うという、このそういう意味なんですけども、あれですね、このよく夏目漱石のね小説で「それから」とかね、はい、いろいろこうまあ坊ちゃんじゃなくてその後の方ですよね。うん、その小説の中ではこう人間のエゴが、人生を狂わせて、で自分自身だけじゃなくて周りの人もこう不幸にしていくというようなことをこういろいろこう歌ってる書いてるんですけども、夏目漱石自身が何かいろいろこうまあキャリア組というようなものじゃなくてですね、彼の才能は豊かでしたからまあイギリス留学して、その高いこう学校に行ってですね、日本のためにこのインテリジェンスを持ち帰って、この日本の国を開こうというようなその意思で行ったんですけども、つまずくわけですよね。語学でつまずいてしまって、で少し心を病んでしまってですね、失意のもとにこう日本に帰ってくるんですけども、思うようにこう自分の志がこう果たせなかったと悶々とするんですが、しかしそのまあ人生の苦難が彼を余計にこの哲学的な世界に、導いていったんですよね。でひいてはやはりこう日本人がこう開かれていくためにはやはりこの天の意志というものをこうのりとして我々はこう日本という国を考えていかないといけないんじゃないかというような、そういう思いに至ったんだと思いますね。そういう言葉を残して彼は世を去ったんですけども、最近ね中国で非常にこの脚光を浴びてるのは稲盛さんのね京セラのねこの思想らしいんですよ。でその稲盛さんのこの思想の中心がこのこう中国の方が言うにはこの利他の心、他を利するために自分を滅するというね、こういう考えっていうのがこれが一番素晴らしいと。ご存知のようにもう20億近いこの人間が中国にこう住んでいらっしゃるわけですよね。日本人のもう20倍のこの人類が向こうで生活していてですね、これはもう消費するエネルギーも食料ももう日本とは比べ物にならないようなこの消費がなされるわけですけども、その彼らが長い歴史をこう継続して中国が繁栄していくためにはやはりこの利他の心、これがないと中国は崩壊するというふうに中国の企業も思っているわけです。それで稲盛さんのこういう考え方、これがこう彼らにこの強いこう関心をもたらしているということだと思うんですね。すごいこの莫大な人口ですからね、もう我々沖縄の人が想像できないような莫大な人口ですよ。16億、もうこの数はもう想像できないですよね。ですね、では総理まあね、今回はこの今ですね、この書道用紙に、はい、まあいろんな文字をですね今ちょっと紹介しておりますけども、まだまだこれはちょっと後半にということでございまして、あ、そうですね、曲参りますか、はい、ちょっと折り返しでもございますので、では総理の一曲ではございますが、今日は一体何でしょうか。松田聖子の瑠璃色の地球です。はい、かしこまりました。はい、はい、ではですね、今日のテーマがね、この、地球のこの命ということでございまして、これに合わせた曲ですね。ではお聴きください。では松田聖子で瑠璃色の地球です。どうぞ。さて、今回の、運気向上内閣でございますけども、総理では引き続きですね、ちょっとこのまた、そう先ほどね、いろいろこう暗い雰囲気で皆さんにお話したんですけども、はい、じゃあこの人類がこの地球上で、うまく他の生命と調和して、生存していく、このまた美しい地球の輝きね、先ほど瑠璃色の地球をこうお聞きいただいたんですけども、ガガーリンの言葉でね、地球は青かったという言葉ありますよね。皆さんよくご存知だと思いますけども、宇宙空間からこう地球を眺めると、そこには国境線もないし、人々のこの争い事もないと、あるのはもう命の美しい輝きを持った地球が眼下にこう広がっているだけだと。もうそこから地球を眺めたら本当に祈る思いになるわけですよね、人間は。だからもう皆さんも幾度にね、全ての人間の皆さんに是非この、宇宙空間からこう地球を眺めるというこの経験をしてほしいというふうにこうおっしゃるわけですよね、その経験をなさった方々は。でもそもそも人間はこう想像力豊かですから、そういうことってできると思うんですね、皆さんの想像力をね。日本のアニメがなぜ素晴らしいかというとですね、このアメリカの文化であるとか、いろんなこの他国の文明がたくさんこうある中でですね、みんな日本人間のこの心をどの方向にこう向かわしめていったかというと、自分がそれを得ると、自分が獲得すると。で、日本の国が勝ち組になるんだとかね、そういう方向に向かわしめていったんですけども、ところが日本のアニメは世界の子どもたちにこう発信されて、どのような影響を与えたかというと、地球の人類の平和であるとか、地球の命をどう人間は向かい合うべきかとか、それから我々は仲間としてこのお互いの人生をこう仲間との一緒のこの人類の人生ですか、この歩みですね、仲間との歩みでこの我々の人生の輝きはあるんだとかですね、一気にこのアニメを通して世界中の子どもたちが哲学であるとか宗教であるとかですね、人格のこの美しい輝きの世界にバーンとこう跳ね上げられるわけですよ、日本のアニメに接しただけでですね。これがね、全然違うんですよ。外国のアニメと日本のアニメは何が違うかというと、一気にこの哲学の世界にこの日本のアニメは子どもたちの意識をね、世界中の子どもたちの意識をバンとこう跳ね上げる力があってですね、これが非常に大きな影響を与えてくれていると思います。例えば宮崎駿のね「風の谷のナウシカ」というのがあったんですけども、あそこで描かれている地球は核戦争の後ですね、人類の戦争の後に荒廃しきったこの地球、しかしこの地球の中にこの新しい命の輝きに地球が生まれ変わっていくこの命の芽吹き、これが人間の私利私欲とは別にこのもう整えられていくと、オウムのこの生き物たちの人間に対しての襲撃は実は人間の 人類が滅びきってしまわないようにするための命の回復、その働きの一環としてあたかも人間を滅ぼすようなこのオウムの働きも実は人間の命を守るための大いなる存在のご配慮だよというようなのを暗にこう教えてくれたりですね、そういう悟りをこうなんか開くような不思議なアニメーションなんですよね。これを一気にこのなんか理論とか小難しいフランス人のこの言葉ではなくてですね、この魂のこの震えといいましょうかね、これで一気にこう子供が心の中にこれはバンとこう落とし込めることができる。あ、そうだとナウシカのようにこの人類の歴史、地球の命をこう救うために自分を犠牲にしてでもこの、守らなければいけないもの、いや守りたいというね、その思いをこう持つ魂がこの現れると、いや私もそう願いたいというね、この思いをこう子どもたちに持たせてくれる。まだまだ人間はそういう道がないものではないということで、この次にこの「道」という字をこう書いたんですけども、中国では「タオ」って言いますね。タオって言ったらこう何ですかね、天意が我々人間によりよく命を輝かせるための筋道というものをこう天が道を備えてくれるという向こうから来る備えなんですよ。我々がこう高村光太郎のね童貞の中には「私の前に道はできる」と言いますけども、あの言葉を使えば「私の前に道は備えられる」と、その道の向こうにはこの命の輝きがあるとねいうことで、それでその道っていうものがこう我々人類に必ずや示されると。でその道というのは次にこのこれ折っていうのがあるんですけども、最近貞子様と私ある方とのまあ出会いの中でこの織物にね大変こう興味を抱きまして、琉球の花織っていうのがあるんですけども。その美しいこのなんか琉球のこの織物、これに今興味を抱いてるんですけども、美しいこの輝きというのはやっぱりこう縦の糸と横の糸のこの、細やかなこの計算されてですね、この中にこの深いこの、高い知性がこの織りなされていくんですよね。でこの様子というのはやっぱりこう、地球上に幾多もある国々が縦の糸横の糸になってお互いの文化をこう一つの美しい景色にこう仕上げていくという、このことをこう教えてくれているというふうにこう思います。そして私たちが今歴史的に追ってるのはこの琉球というものの名脈ですよね。この琉球という名脈が一体この地球上の人類の歴史の中で我々はどういうこのお役目を人類に対して負っているのかというのを、ぜひリスナーの皆さんにですね自分の心の内にこう、通っていただきたいなというふうにこう思いますね。そうするとおのずと先ほど紹介した夏目漱石の言葉のように「則天虚子」神の天意がですね皆さんをより良い美しいこの歴史の方に皆さんをこう導いていってくれるという、このことがね起こるというふうにこう思うんですね。これこそがもう一番のこの運気じゃないかなというふうに思います。まあ今日はこれでこうまとめさせていただきたいんですけども、ダボス会議が今開かれてますからね。このダボス会議の趣旨にのっとって今回こういろいろ話をさせていただきました。ありがとうございました。はい。貞子さんそうですね、それ今回このダボス会議もあったんですけど、これまとめというのを一言で言いますと、これはどのようなまとめになりますか？皆さんが縦の糸横の糸になって一つのこの人類の命の輝きを生み出すというそのお役目を我々はいただいているんだということですね。誰一人この取りこぼしがない横の糸縦の糸になっているというこのことをぜひ、お心に留めていただきたいと、あなたの存在はもう一旦のこの美しい彩りのこの花織のですね、布の中のこの横の糸一本の横の糸ですよね。キラキラ輝いても絹の美しいシルクの糸ですね。それが皆さんお一人一人だよということをですね、最後のこの締めの言葉にしたいと思います。総理、その最後の「ふん」って笑うのやめてください、本当に。もう言い切ったぞみたいな。そうそう、言い切った感がありますね。いや、聞こえてまいりましたエンディングテーマでございます。はい。ですね、今日もですね、この、春の話からそして、今回この地球の命っていう話からそれで、少子化の話でそして独壇場でございました。はい、どうもありがとうございました。リスナーの皆さんもありがとうございました。そうですね、では里子さんでは先にこちらではご紹介お願いできますか？はい、運気向上内閣。この番組は有料老人ホームオリーブ白百合富士さくらの園オリーブ挿し木の提供でお送りいたしました。はい、ですね、ちなみに総理今後またこれについて話してみたりとか。そうですね、実はですね、南風原町で、はい、このふるさと納税の、はい、この返礼の商品としてですね、最近脚光を浴びている書道家がいまして、はい、で千原書芸会の一門の、平龍光先生という方なんですけど、この方をお呼びできたらなというふうにこう思うんですよね。返礼品にこの書道のこの返額をね提供してる自治体って聞いたことがないんですよ。でもそれがこう注文が殺到してるということですから、これねすごいことですよ。この先生の書をねいただきたいと。返礼品ですからね、だいたいもう2万であればその3分の1ですので 7,000 円ですか、それぐらいでこの返礼としてこの返額をこう提供しているということで、その思いの中にどんなお覚悟があるのかなという、彼はもう類いまれにこの読売書法展のね審査員でもあるんですよ。沖縄人で読売書道展のこのなんか審査になってる人っていないですよ。本当にねすごい先生だと思うんですね。そのことね、日展にもね、入選されているそうで、若手でありながらね非常にこれからのすごい時代なんですよね。沖縄の書道界をねリードしていく、本当に注目すべき方ですよね。いやすごいですね。ではまたいずれですね、またその方がゲストの時にですねお話できたらと思っております。はい。はい。ではですね、では総理、そろそろ閉会の挨拶をお願いいたします。はい、わかりました。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。